おい、びっくりした。心臓止まるかと思った。大丈夫か部長？もうちょっとご老体置いたわって。誰がご老体や。あんたらまたしょうもないコンテストに出んのか。ほんま懲りひんアホやな。何しに来たん？今から説明するっちゅうの。しばくぞ。この人はナース部部長でメイド部の部長でもある常任さん。見た目とは裏腹に思ったことはドストレートに口にする毒舌メイド。ほんまにもう、あんたってご主人様に対してはすごく丁寧な対応すんのに、なんで私らお笑い部が相手になったらそんなに冷たいんよ。今日はあんたらに頼みがあってきてん。無視？紹介するわ、千尋ちゃん。お友達？ちゃうわボケ、私の妹や。妹さん？あんたに妹なんかいたん？妹ぐらいおるわ。なんで今まで言わんかったんよ。実はこの子な。また無視？私とは名字がちゃうねん。名前は川上千尋。ちょっと家庭の事情でいろいろあってな。でもまあ正真正銘私の妹や。ああ確かに顔はちょっと似てるかもな。そう？私はあんまピンとこうへんな。さやかはどう思う？千尋ちゃんは何年生？あんたが無視するのおかしいやろ。ちゃんは